みんなこんにちは。今日はとってもおおらかな動物についてお話ししよう。それはなんとカバだよ。カバってすごくおおらかな動物なんだ。川や湖に住んでいて、そのぽっちゃりとした体が特徴なんだ。カバの特徴は、まずはその大きな口と歯。彼らの口はとっても広くて、たくさんの草や水草を食べることができるんだ。そして鋭い歯も持っていて、威嚇したり敵を追い払う時に使うんだ。カバって実は水の中で暮らすのが得意なんだ。彼らは川や湖の中で一泳ぎするのが大好きなんだよ。水の中では体が軽くなって動きやすくなるんだ。カバの大きな体は実はとっても頑丈なんだ。彼らの体は厚い皮膚で覆われていて、外敵から身を守ることができるんだ。太陽の光を浴びて皮膚を保護することも大切なんだよ。カバの仲間たちもとっても仲良しなんだ。一緒に泳いだり、日光浴したり、おしゃべりを楽しんでいるんだよ。みんなで仲良く暮らしている様子がとっても微笑ましいんだ。カバの生態も面白いんだ。彼らは夜行性で夜に活動的になるんだよ。暗闇の中で川や湖を探検したり、美味しい草を食べたりするんだ。カバって本当におおらかで可愛らしい動物だね。彼らの大きな体やおおらかな性格は見ているだけでほっこりするんだ。みんなも一緒にカバの世界を楽しんで、彼らのおおらかさと愛らしさを感じてみてね。きっとカバの魅力に癒されちゃうよ。